終わりで、はい、渡部さんが千鳥さんのとこに、うん、写真一緒にいいって来られました。あ、撮ったな。あったか。その時酒井も近くにいたらしいんで、はい、スタッフさんが、まあ、気を使ってというか、酒井も一緒に撮ったらどうですかって渡部さんにしっかり言ったらしいんですけど、はいはい、渡部さんそれを聞こえないふりして3人で写真を撮ったんですよ。これは良くないな。だから3人の方が価値があると踏んだから、ね、説明もめんどくさいしせめて、はい、あ、ごめんな酒井、ここ1回3人で撮らせて、うん、で、はい、もう1枚みんなで撮ろうかって言えば、うん、ええけど聞こえてないフリでも、もう真横で言ってるんで絶対聞こえてるはずなんですよ。確かに酒井とは1回も撮ってない。生まれ変わった渡部さんだったらやっぱり酒井も入れて、はい、もちろん、ね、もちろん、はい、酒井と絡ました時俺の酒井変わったのよ、はい、最初の5分おもろする難しかった。